堀口9万1堀口9万1から1945年10月30日は、日本の外交官、監視人、随筆家。号は長城。詩人、堀口大学の父として知られる。越後長岡藩の足軽の子として生まれる。彼が3歳の時、母親戦争で、父は戦死。秀才として知られ、18歳の時地元長岡の学校で校長となる。 上京後、東京帝国大学法科大学に最優秀の成績で入学、在学中の1892年に息子が誕生、後の詩人堀口大学である。その翌年に卒業した。1894年、日本初の外交官を及び領事官試験に合格。外務省領事官補として、朝鮮の二川に赴任中、1895年、貧費暗殺に際して、 朝鮮の大院君に日本側から決起を促した角で停職処分を受ける。翌1896年に復職するも外交官としては日の当たらない道を進むことを余儀なくされた。1898年に公使館三道書記官に任ぜられる。1899年ブラジルに赴任、日露戦争直前の1903年12月。 ロシアのアルゼンチン軍艦購入交渉阻止命令を政府から受けてブエノスアイレスに向かいアルゼンチン政府交換と交渉し任務を果たした。日本政府が購入することになった軍艦は日清、カスガと命名され日本海海戦に参加することになる。臨時代理講師として赴任したメキシコでは1913年軍事クーデターに遭遇。 フランシスコ・マデロ大統領が殺害された際には、未亡人と父母、子供たちが日本公使館に飛護を求めると、メキシコの人々が日本大使館を信頼し尊敬している心情の現れと外務省に報告して、事態が収まるまで親族を保護している。さらに、日本の武士道を説いて、大統領祭司に危害を加えぬことを革命軍に保証させ、侍外交官と謳われた。他に、 オランダ、ベルギー、スウェーデン、スペイン、ブラジル、ルーマニアに赴任。最初の夫人と死別した後、ベルギーで白人女性と再婚した。次男はスウェーデン在勤中に生まれたので、地名にちなみ、スウェーデンと名付けられた。堀口スウェーデンは同盟通信社記者として、対戦中は中立一区ハインであった。戦後は産経新聞に在職した。 当初は、長南大学も寛解に進ませるつもりだったが、病弱な大学が文学に志を持っていることを知ると、彼を自分の認知に呼び寄せ、息子が30歳になる頃まで養って、文学修行を助けた。1925年、ルーマニアを最後に、がん面間、囲碁、公園、随筆などで活動する。百二十七年、オランダのサッカーエレンフォレストの、 日本を舞台とした小説、雪山を女性に翻訳連載。随筆集は、親しかった、長谷川美之助が起こした第一処防から刊行された。このほか1935年には、外務省の移植を受け、7月から11月にわたり、文化施設として中南米を訪問している。太平洋戦争中には、アングロサクソンの残忍性。 今度は米国は負けるなど、戦意公用の文章を書いている。敗戦直後の1945年10月に死去。2015年にメキシコ上院議会で除幕式典が開催された記念プレートには、1913年2月の苦難の日々におけるその模範的な生き方とマデロ大統領家族に対する保護に関して、 堀口9万1と偉大な日本国民に捧げると刻まれている。親とい外国人退職後のエドアルドキオス・ソーネは、系統立った美術品収集の参考のために、浮世絵類降のフランス語訳を9万1に依頼している。ありがとうございます。